さあ完成させてくれよ、サドリさん。気迫ですね。ありがとうございます。タマミツネの体液が必要なのです。そこでタマミツネ希少種の狩猟をお願いします。危険なクエストゆえ心苦しいのですが、希少種であればタマミツネの体液の数百頭分の濃度があります。ちょっと希少すぎひんそれ。でちっちゃい姫のところに緊急クエストで届いているはずですよ。すみませんがその力を貸してください。頼りにしていますよ。頼りにしていますよ。はい、さあそれでは行きましょう。どのような姿なのでしょうか。緊急クエスト、タマミツネ希少種です。優雅なタマミツネの希少な個体。あら、いけない、うっとりしてる場合じゃないわよ、ちっちぇ、ね、タマミツネ希少種の素材があれば完成すると聞きました。特別なクエスト、ご確認くださいませ。タマミツネ様、それも未確認、未確認よ。未確認飛行タマミツネ、タマミツネ様が好きすぎてタマミツネ様専門の学者になった私へのご褒美だわ。私は隠れて姿を拝ませていただくから、どなたか資料してちょうだい。白煙陽光、ね、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、火属性のタマミツネですね。さっきの SP も火属性だったんですけど、火属性急に増やしすぎじゃないですかねっていう、ということで、装備、同じなんだけど弾を非耐性にしました。そして、非耐性飯を食ったので非耐性が47です。カッチカチやで、カッチカチやで、ね、はい、こんな感じです。このひるみ軽減とね、攻撃が入ってるんで思いっきり、マルチ用なんだけど、まあめんどくさいんでしょうがないね。さあアイテム確認、オーケー。じゃあちょっと俺タマミツネ希少種倒してくるから。極戦鏡ってどこ。おお、新マップ。終局最下の終局輪廻ペイ血の滝回転運命の極ちムービー入ったってことは初めてだよね。でそれとは別にタマミツネの希少種のムービー。眠りにふけて意に気づかず。ああ、ティガさん。哀れ餌食と。いただきまーす。ナイスカジ。狩る者には狩られる者の逃げ場。すごいすごい滑るよ。すごい滑るよ。妖艶なる舞へと転し狩られるのが己だったことを思い知らされる。おいしいおいしいおいしくないんだ。俺装飾だから。はい、ということで俺このマップは初めてっていうかボスと戦うためだけのマップだな。力が溢れてくるぜ。打ち消し、なんかいないのか環境生物。塗りかめおらんっぽいな。子供が死んでそう。そういうこと？なるほどね。じゃあ俺行ってくるからって言いたいけど、なんか使うもんないかな。まあ時間は50分ね。そしてボスマップのみ競争。おうめえ。がっつり飲んでたけどね。一口満足どころじゃねえ。よーちっか。おいこら、お前くっそ卑怯だぞあいつ。その場で吠えろよ。
おー燃えた。どういう原理ガソリンでも入ってんのか結構痛い。おー壊れた。大きいな。おー爆発する。こいつ薙ぎ払いはしてこないのか。ただこう正直投げ払いの方が100倍ぐらいかわしにくいんだけど寝た。なんか最近寝ても音が止まらないんだよね。ちょっと近すぎたか。爆弾完了だ。爆弾仕掛けたぜ。これはどこにぶつければいいんだろうね。うわぁいらハンマーあるある。マジでね、上りの上りの攻撃判定消してほしい。もうすぐビヨルと思うんだけど。威力高いなそれにしても。派手に行こうぜ。残るな。あれパネルみたいに来てたんだ。ボン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 。しかも結構炎が残りますね。こっち来るんでしょ。ほら。あ、これさっきムービーで見たやつ、真剣ゼミで見たやつだ。頭の叩き方が分かりません。やべえ囲まれた。頭つけんって。こいつはゲームショーにいなかったからね、しょうがないね。今日じゃないっぽい。ピオレって魚いないのかな。魚結構パネルも
ポー横振りなかったから安心してたのに。あったわ。泡がぴょんぴょんするんじゃ。これが53ですか。すっごい来る。暴れすぎ。よし、さすがにもう1コンボは無理だろ。まあまあまあ、次の来てないな。あ、疲れた疲れた。じゃあ俺頭叩くから。リア充復活だぜ。盛り上がっていこうぜ。よしよし、いいね。1300、さらに大ダウン。最後まで決まれ。ハハハハ、このクソハンマーどうにかしてくれよ。連続スタンプは見つっても最後までやらせてくれって言ってたよね。他の武器に比べてハンマー弱すぎだろう。なんか爆発、えおお、危ね。こんな攻撃効いてないよ。音楽変わったんだ。ここぶつけたい。ちょっと何も見えない。ダメ端はこれが怖い。ほっ、ほいよ、押し打ち。はっ！あれ？こっちじゃなかったー。こっちだった。よし、決まったぜ。いけるか。それこそが最強だ。よし、しゃあない、こっちやな。よし、まあちょっとでも赤いとこ。お、まひった。盛り上がっていこうぜ。やっぱさっきのエスピックもまひらなかった。よし、無限ハメ入ってる。寝た。虫は、虫はいないのか。虫はおらんな、しゃあない。いびき聞こえねえこれ。相手が悪かったな。あー、もういい加減にしてよ、ほんと。高級ミニセン最高。来いよ、遊撃。うん、罠か。まあまあまあ、よしよし。罠にはまってるぜ。間に合うだろ、1回目だし。に行こうぜ。ヒット目がずれたな。これ爆発のやつやった。範囲が狭い。
今ね、しびれ状態になってる。どこでもいいから殴れば頭へ。デイキッチが取られた。猫に持ってかれるのはあまり好きくないです、まあ、ワンコンぐらいは入れれた。まあ十分稼げたんじゃないかな。さあそれじゃあ罠使ってどっかで一回帰ろう。うおー、反応できなかった。全く反応できなかった。罠変えようとそっちに意識持ってからでだから。チャンス。ここに罠があるぜ。壊れた。おお、僕はなんか使ってからの方がいいな。罠にはまってるぜ。さすがは俺のお供だぜ。撤退するぜ。じゃあどう。ふう、さてさて、お食事お食事。うっさいかい。この下は降りれない。また来た。いつを食らいな。おお、それは爆発するやつだ。危ね。俺のお供は完全無欠だ。あー、ダメだ、届かない。うわー、すげえ勢いで横に飛んだ。なんかすげえ、え、爆発するなこれ。どうなんだろうどうなるんだろうこれ。これがわからないどうなんのあれ。え、俺をストーカーしてんの。おお、まあ、ガン逃げしてたから決まんないけど、俺に向かって全力で飛んでくるのかと思ったんだけど、そうでもなかった。これは受け取ったっすな。あー、ぶね。モンハン特有の起き上がった時どこ向いてるかわからない直撃食らってさっき大変だった。物資具も2回目の乗りできんのか。さすがは俺のお供だぜ。うお、今自分から食らいに行った、間違いないすごい滑る
光収まらんかな。あ、収まった。疲れた。いやで、永遠にゆっくり休んだらいいんやで。足りるか。多いアイテムが。この後行くぞ。全然足りんねしょうがないで。あ、すげえ滑った。怒ったね。何これ、コンボやな。ほほ、さすが非耐性47はね、ダーデじゃない。今のもね、上に浮いてるのに切り取られて飛び込む瞬間を見逃してしまった。俺もファンネル欲しいなと思ったらいたわ2人ぐらい。いけ、猫ファンネル、犬ファンネル。ほっ、爪全く狙ってないんだけど、多分爪壊せない。おお。なんか面白いのいねえかな。いないね。なぎ払えじゃねえか。うちの犬あんま役立たないんだけど、火力型にしてるわけでもないし。乗って移動しないんだったらあんま連れていく意味がないんだよ。まあ、もっと麻痺攻撃してどうぞ。このね、移動するたびにパネルが出続けるんで攻撃できるタイミングが全くないんだけど。この時ランスだったらな。もうアホくさ、アホさ。キノコでも調べとこ。あ、またこれ来た。なんかないのかな。あれに向かって区内投げたら壊せるとか。あえて食らってみるか。おお、非耐性47。ギリギリ耐えれそうやな。あー、収まった、収まったね。
全然収まってないねえか。いい加減にして。破竹の進撃だぜ。からくじくじ遊撃来い。帰れ。まあ結局は超火力で跳ねるしかないんだよ。長すぎだろ。おで爆発で、はあ、全然終わらへんねんけど。終わった。全然終わらへん。天使使うべきだったかな。持ってきてた。超先行当てやすそう。ファンネル出続けてるから。攻撃いつすりゃいいんですかね。しかも長えな。長えし。まだ？ああ死ぬなこれ。あれ空中で燃えたのに当たって死んだ。あのさ、もう攻撃のタイミングなんかどこにもねえじゃん。倍にして返してやるぜ。いや理不尽だよな。ずっと逃げ続けるだけだから何にも面白くないんだけど。こそが最強だ。しかも横ステップも距離あるし、ね、また怒んの？ずっと怒ってんじゃん。あ、ほくそ。罠を設置したぞ。うわ、倒せんか。今だ。またこれできた。いやひどいわ。5分ぐらいずっと怒り続けてんだけど。こんなんじゃゲームになんないよ。
さすがに怒りも収まったらしいけど、いやせめて1回目で終わってくんないと。まともに戦う気なんかないよ。行動作戦だ。おお、お前いたんだ。あいつに行く。よし、カードさんに行く。暴れすぎちゃう。カービィのピンボールみたいな跳ね方したけど。完璧だぜ、俺の引くぜ。もう罠使いたい放題です。落とし穴突き出る。まともに戦ってやんねえ。その距離届くんかい。またためた。まあ死なないことは分かったんでね、この間殴ってみるから。
爆発。もう無理だ。あれ全然違うところで落ちたけど、ガン逃げしたなんで気づかなかったけど、あれ引き寄せる効果あったんだね。疲れ率だよ。まだ全然こいつも疲れんしな。振り向け。あんま振り向かないんじゃない。振り向く暇があったら横ステップするわみたいな感じの動きしやがるから。またもう怒ったん。怒った今の当たらんでよかった。あ、これ飛び込んでくるやつ。そろそろやと思うんやけどな。あれなんか指に溜めてたね今。もういい加減疲れてきてね、俺がね接近戦を挑むようになってきたせいで近くでよく見えるようになって。前に出るが、もうずっと攻めてくる。ソロじゃなければいいモンスなのかもしれない。よし、やっと。あー疲れた。結構ね今回罠使いまくったんで先に弾入れとこうか。うっそうか。燃えてるところで立ち上がることになった。やってくれたな。やってくれたわ本当。もうとっくに集中力なんか切れてんだよ。いや怒りの炎まとい状態長すぎ。途中のね眠りピオ眠りのコンボとかめっちゃダメージ与えれた気がしたのに、こんな時間かかってたら。さて、アツリン、白ゴーモ、骨液、まあレアはなさそうやな。ヒレ、
まあ、これはレアだろうけど、やっぱね、いわゆる玉系天輪があるんだろうね。で、爪破壊報酬が多分あるんだけど、爪なんか狙えねえよ。36分。エスピより時間かかってるけどさ、エスピの方が強いとは思うんだけどね。怒り状態で攻撃を与えれるところがないんだよね。お見事です。薬の改良もうまくいって、怪我を負った方も意識を取り戻しましたよ。随分と感謝されましたが、薬師として当然のことをしたまでですよ。私の力があってこれは完成したんです。しっかりね、そこちゃんと押しといて。襲われた村は復興に向けて少しずつですが着実へと前へと進んでおりますよと。そしてカゲロウと姫巫女様のこともね、ご協力ありがとうございました。お気をつけて。お気をつけて。ある非属性だから、さっき非属性あったよね。非属性の赤ゲージ 2×3 だが非属性はそこまで高くない。まあ会心はプラス、まあ、切れ味かな。そんな非属性武器いらんで。あの、そんなにいらんよ。SP かな、4スローもあるし。でも、222が使いやすいは全然あるね。そして、天輪、あります。天輪はあります、ね、天輪出るまでマラソンですか。やだな。武器で1個。防具。防具で、防具は他の天輪ばっかやな。こいつの天輪はいらないらしいっすよ。だから天輪は1個でいいんだ、うん、でも他の天輪が多いな。試着。おお、かわいい、くまちゃんかわいい。そしてスキル、攻撃、回避うまくすると攻撃力アップ、回避距離アップ、戦闘戦勝、対象のモンスターが怒りやすくなるが防御性能が上がる。弱点特攻、スタミナ回復、挑戦者ずっと遅らせるって感じ、ひるみ軽減、攻めの主性、ガードなんてねえよ。ってことはこれランスとか装備なのか。スタミナ回復、弱点、うん、ランス装備なのかな。これ回避があるから、ランスのステップとガードで敵の攻撃をかわしたり防いだりしながら戦う装備か。はい。ということでね、今回追加 DLC の2体は倒しましたが、3体目は、マスターランク110なんで、だいぶ後ですね。DLC3 の方が先に来ちゃうかもしれませんね。はい。といったことでね、次のね、新モンスター戦をお楽しみに。